永遠だわ、日本の競争は主な勝倉は2019年のエプソムカップ。場名の由来は、伝説。父な、兄なより連想。2017年の東京優秀。2018年の天皇賞、秋を制したレーデオロを、全兄に持つ。2015年1月30日、北海道阿比町の農山ファームで誕生。一口場主法人。 キャロットクラブから総額7000万円で募集された。育成は全2レ0でおろと、同じく、ノーザンファーム空港牧場の a 1級車で行われた。デビュー前から評価は高く、素質は兄より上と評されていた。兄、母と同じく、美穂藤沢和夫9車に入級。兄が、ダービー場となった2ヶ月後の7月30日。 札幌芝1800メートルの新馬戦で、クリストフルメールを背にデビューし、単勝1.2倍の指示に応えて、初戦を飾る。ルメールは、このレースは去年ソウルスターリングが勝ったレース。クラシック、いけますよと、史上3組目の兄弟ダービー制覇に、太鼓板を押した。しかし、レース後に、軽度ながら骨折が判明し、復帰まで6ヶ月以上を要する見込みと診断された。 クラシック戦線には間に合わず、5月12日に自己条件戦の夏、小立賞で復帰。9ヶ月半ぶりの出走ながら、ブランクを感じさせない走りを見せ、1分58秒8の高度計で、デビューに連勝とした。2ヶ月後の正木特別も楽勝し、デビューから無傷の3連勝を果たした。ルメールは、すごくいい馬。まだまだ良くなるし、 重賞も絶対に取れると絶賛した。初の重賞挑戦となった、セントライト記念でも、単賞1.9倍の断然人気に支持されたが、実績はジェネラーレウーノに一馬新1、4差し届かず2着に、終わり、初の敗戦を喫した。レース前には、セントライト記念をステップに、天皇賞、秋、ジャパンカップ、菊花賞のいずれかに向かうプランが明かされていたが、 この敗戦により予定は一旦白紙に戻された。仕切り直しの一戦となったチャレンジカップでも一番人気に押されたが、中段追走から差を詰められずに6着に敗れた。小場所戦には初のマイル戦となる東京新聞杯が選ばれ、同級者のタワーオブロンドンに起場するルメールに代わって北村博士が手綱を取った。レースでは マイルの速い流れに戸惑って最後肩からの追走となり、メンバー中最速の上がり3回32秒8の末、足を繰り出すも8着に終わった。休養を挟み、5月18日のメイステークスで復帰。ルメールが起乗停止中のため、ブレントン・アブドゥラが初起乗したが、9着と大敗を喫する。これで三戦連続の掲示板外となり、二の足がつかなくなっていたため、 次戦のエプソムカップでは、チークピーシーズを装着。これが功を奏し、楽に二番手のポジションを確保すると、1000メートル通過63秒9の超スローペースを折り合い、上がり3回32.7の末足で逃げた、サラキアをかわして優勝。三層ぶりのコンビで、初重症制覇に導いたるメールはギーいながら、ゴール板通過後に、渾身のガッツポーズを披露し、決闘。 能力から G1 にも行ける馬だと思っていますとコメントをした。重症連勝を狙い、9月1日の新潟記念に単勝一番人気で出走したが、10着と惨敗を喫した。ルメールは三余コーナーで外にプッシュされてスムーズじゃなかった。最後は自分からブレーキをかけていた。冷静に走れればよかったけど、と範囲を述べた。以下の内容は、 netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。